私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のにやまると暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。仕事休憩中にスマホをチェックしていたら知らない人から LINE が来たんだけど。このドラボー猫。はい、お名前レイナさん。送る相手間違えていませんか？うちの猫は泥棒したりしませんよ。あんたよあんた、私の彼を奪ったでしょ。本当はね、昨日私とデートするはずだったのに。はあ、そういう意味の泥棒猫ね。それならなおさらのこと、送る相手を間違えていますよ。私は既婚者なので。そんなの知ってる。あんた頭悪いんじゃないの？顔も悪いし頭も悪い。だって昨日の夜はデートしようと思って挨拶したのに、妻が美味しいグラタンを作ってくれるんだって言い出して、こんなん泥棒猫でしょ。なるほど、レイナさんは既婚者と不倫してるわけね。でもそれじゃあレイナさんの方が泥棒猫なんじゃないの？違う。だって私の方が先に出会ってたら絶対に私と結婚してたんだから。私たちは運命なの。誰に引き裂かれようともこの愛だけは変わらない。だって私プロポーズされたんだから。プロポーズ？そう、私ね、彼に言ったの。愛してるから結婚しようって。そうしたらね、彼はいいよって言ってくれたんだから。むしろそれ逆プロポーズじゃないの？ああ、もううるさいな。これだから年寄りは。年寄りってあなた何歳なの？45歳だけど。私30代なんだけど。わかった、いいからとっとと彼とは離婚しなさい。あんたにはお金持ちで優しい夫なんて不釣り合いなの。だってあんた夫を置いて女友達と旅行に行くんでしょ。最低。私だったら絶対に彼から離れないもの。うわ、鬱陶しい。だから私と彼は運命の愛情でつながってるの。あんたなんかと一緒にしないでよ。というかどう考えても違う人に送ってますよ。ちゃんと送る相手は確認してくださいね。とにかく離婚してよ。あなた頭大丈夫？だから私は違うって言ってるでしょ。離婚、離婚、離婚。ダメだこりゃ。このレイナさんって人一体誰なんだろうね。私の夫の不倫相手って言ってるけど、そもそも話が合わないし、私の方が一回り年下なのに私を年寄り扱いしてるもんね。ただのおかしい人なのかなと思っていたんだけど、後日怪しい女性が我が家の周りをうろついているところを発見。私は妊娠中だし、うちには小学生の娘と猫もいる。やっぱり心配ってことでさ、いろいろ調べてみたんだよ。そうしたら、彼離婚したいけど離婚できないって言ってる。またレイナさん？だってあんたが別れてくれないから。というかこの間うちの周りをうろついてましたよね。私とすれ違ったんだけど気づきませんでした？え、それは全然見てなかったけど。あんたの旦那にプロポーズされたんだからとっとと出て行け。あの一戸建ては私がもらうんだから、慰謝料に着物を置いて出て行け。本当に頭悪すぎでしょう。え、改めて言っておくけど、レイナさんの不倫相手はうちの夫じゃないよ。どうやって私の連絡先を調べたのかはわからないけど、探偵でも雇ったならそいつは使い物にならないね。な、何よその言い方。私がどうやって調べたかなんてあんたには関係ないでしょ。分かったら範之さんを私によこしなさい。やっぱり範之さんか。そう、範之さんは私の方が好きなんだって。ちなみに私の夫は大地ね。は？え？ついでに言うと、うちの近所に住んでいる50代くらいの男性が範之さんっていう名前だよ。あと、あなた私のこと年寄りって言ってたけど私30代なの。私が年寄りだったらレイナさんはどうなるわけ？え？いや、嘘でしょ。まったく、ここ数日変な女が家の周りをうろうろしてるし、わけのわからない LINE は来るしで本当にイライラしたんだけど。だって私この家に住んでる女の LINE を知りたいって、ちょっと怪しい業者に高額払って頼んだんだけど。ああ、範之さんが何度か家に来てたから、それで彼の家だと勘違いしたんじゃないの？どうせ範之さんがうちに入るのを見てそれだけで判断したんでしょ。だって家に入って行ったんだからそうでしょ。ちなみにあなたが見たのは洋風の家？そうだけど。うん、なら違うよ。くずすぎさんの家は純和風の家だし。じゃああんた本当に範之さんの奥さんじゃないの？
私はただのご近所さんってところだね。なんだ。ねえ、じゃあ協力してよ。ふざけんじゃねえよ。え？あんたさ、ご近所の敷地内にコンビニで買ったお菓子とかのゴミ投げ入れてたでしょ。いや、それはほら張り込んでたんだけど、やっぱりお腹だってすくでしょ。ゴミは自分の家に持ち帰る。そんなこともわからないわけ？ここ最近不気味なゴミ女が周囲を徘徊してるって言って、小学校からもお知らせが来てたくらいだよ。私のどこが不気味なのよ。だから学校とか町内会に話しておいてよ。怪しい女性がうろついてるから注意するようにってね。あとは監視カメラとかが玄関に設置してある人は、少し広い範囲が撮影できるように場所なり設定なり考慮した方がいいって。そのおかげかな、あなたがゴミを投げ入れてるところバッチリ撮影されてたからね。え？でもたかがゴミだし。人の家の敷地内に勝手に入ってゴミ捨ててたりもしたよね。不倫で頭がラリってるのは勝手だけど、犯罪は犯罪だよ。ちょっと待ってよ。それと範之さんの奥様も事情を知ったみたい。玲奈さんとゆっくりお話ししたいってさ。よかったじゃん。あなた大好きな範之さんの奥様に宣戦布告したかったんでしょ。え、まあそうだけど。弁護士同伴でお話しするってさ。それはまずいってば。まったく、やっぱり我が家と他の家を勘違いしていたみたいだね。それにしても家の周りをうろうろして、コンビニで買ったお菓子とか肉まんのゴミなんかを勝手に人の庭に捨てる。これだけでどういう人間性なのかわかるよね。ご近所さんには話を流しておいたから、おかげで監視カメラに映りまくりで証拠もたっぷりだよ。ちなみに範之さんと不倫関係にあるのかと思ったけど、実際にはそうではなくて、ただの片思いだったみたい。二人とも図書館の常連で、挨拶したり時々軽く話す程度の中、つまり玲奈さんが言っていたことは全部嘘なんだ。もうびっくりしたよ。プロポーズされたとか言ってたじゃんね。私のことを範之さんの奥様だと勘違いして苦しめてやるつもりで、彼は私を愛してるみたいな嘘をついていたみたいだけど、意味なくて笑うわ。でも奥様は名誉毀損の方で慰謝料を請求することにしたそうだよ。何でもあちこちに、私は範之さんに愛されてる、あの人の奥さんは彼を放置していびる最低な鬼嫁とか言って嘘をばらまいてたんだってさ。数日後。ねえ。うわ、ブロックするの忘れてた。なんでそんなこと言うのよ。はあ、私には全く関係のない人でしょ。そうじゃなくて、お願い。ねえ、これも何かの縁でしょ。私、慰謝料を請求したいの。請求したいのじゃなくて、されてるんじゃないの。だって私、範之さんがお金持ちだと思ってたのに。何、あの人無職じゃないの。いつも平日図書館にずっといるし、身なりもいいから、お金持ちだと思って再婚相手にぴったりだと思ったのに。だから図書館のカードをチラ見して名前も覚えて、家も特定しようと後をつけたんだよ。いや、だからそれが何、最低でしょう。しかもお金持ちだから再婚相手にぴったりって、品がないね。仕方ないでしょ。私去年離婚してお金がないの。ちょっと家事をしなかったくらいで慰謝料まで取られたんだから。子供たちまで全員元夫の味方、ありえないでしょ。パートもスーパーの品出しで、深夜早朝で体がきついし。慰謝料を取られるレベルってことは、ちょっと家事をやらないじゃなくて、ほとんど家事放棄でギャンブルでもしてたんじゃないの。いや、それは。呆れた。とにかく私にはもう関係のない話なんで、あなたみたいな人と関わっているのは時間の無駄で人生の無駄。分かったらブロックするから、もう二度と連絡してこないで。待って、本当に待って、お願い。私友達もいないの。でしょうね。でしょうねって何よ。あえて友人を作らず一人を満喫してるってタイプではなさそう。そりゃ誰もあなたみたいな人とは関わりたくないよね。もうどうしたらいいのよ。あの男ヤバい人だったし。ヤバい人って、クズ杉さんが。普通のおじさんって感じだけど。あいつヤバい男よ。私のせいで妻が怒ってるから500万別に払え、妻には内緒にしておけっていうの。私のパート先まで来るから店長には怒られるし。え、クズ杉さんそういう人なの。やばいわよあいつ。私の家にまで来てガンガンドア叩くし。何でも無職で奥さんに養われている状態だから、捨てられたら困る、お前のせいだって言ってひどいの。あ、なるほど、そういうことなのね。でもこれは私が悪くないでしょ。
あのさ、レイナさん、私のことなんだと思ってるわけ？え、それはあなたの友達でもなんでもないし、迷惑かけられた被害者なの。友達みたいなノリで私かわいそうでしょ、被害者でしょみたいにやられると腹立つんだけど。なんでそんな言い方しかできないのよ。とりあえず今後うちの近所に来たら警察に通報するから。は？なんで？なんで？だって人の敷地内に勝手に入ってゴミを捨てるような人だよ。うろうろする変な人がいるならちゃんと市民として通報しないとね。あ、私だけじゃなくてご近所さんたちもみんなそうするらしいから、二度とこの辺に来るんじゃないよ。もう許してよ。その後、結局クズ杉さんの奥様に少額とはいえ慰謝料を請求されたみたい。うちはゴミを投げ捨てられたりはしなかったんだけど、被害に遭ったご近所さんたちも警察に通報したり、いろいろ揉めてるってさ。でも一番怖いのが、私たちもただの人のいいおじさんだと思っていたご近所のクズ杉さんがなかなか面倒な人だったってこと。早期リタイアしてのんびり暮らしているって言ってたけど、実際には奥様の紐みたいな状況で、おまけにかなりの粘着質。毎日図書館に通っていた代わりに今はレイナさんに粘着。奥様に内緒のお小遣いをゲットしようと張り切っているらしく、あのレイナさんの方がノイローゼ気味だってさ。巻き込まれたくないから町内会や学校には相談済み。なるべく関わらないようにしないとね。さて、今日はあったかいスープを作ったよ。この春になりかけの時期ってさ、油断してるとめっちゃ寒いんだよね。今日はすごく寒いから、にゃにゃまるも猫用こたつでこたつ盛り中。それにしてもこれめっちゃかわいいな。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。